ほらピロ。どうも、アルポロチャンネル管理人のピロです。最近ですね、ピロさんね、こんなことをね、いろんな人に言われるんですよ。いやー、ピロさんは素晴らしい人ですよね、ほんと。かっこいいし、トークもうまいし、動画の編集もうまいし、いや、ほんと、素晴らしい人ですよ、ほんとに。なんて。はい。まあ、そんなことはね、別に、いちいち口に出していくことはないんですけど、はい。なんか最近ね、すげえ言われるんですよ。なんか、ピロさんの水槽ってめっちゃ水、綺麗ですよね。いや、これね、すごい嬉しいっすわ。はい。なんかその、水槽の設備とか、あと生態の値段とかね、高い生態っすねとか。で、やっぱりこう、人から褒められるより、やっぱ、管理がいいですよみたいなこと言われると、すごい嬉しいっすよね。なんかその、すごい思うに、アクアリスト妙味に尽きるなって思いますわ。はい。まあ、というわけでね、ちょっと今回はね、ちょっと調子こいた曲なんですけど、俺がどうやってこの水槽の水質をね、まあ、キープしてるかっていうのをね、ちょっとまあ、いろいろ話していこうと思います。はい。まあ少しでもね、これから大型魚をね、始めたい人とか、ちょっとうちの水槽、水質悪いなぁなんて、いう人がいてね、まあ少しでも参考になればだと思ってね、ちょっと動画をまあ今撮影してるんですけども、はい。まあぜひね、最後までご視聴いただけたら幸いです。はい。ではね、早速話していきまーす。で、まずなんですけどね、まあ水の切れとは何ぞやっていう話なんですけど、まあ、個人的にはまあ、単純明快で、まあ、ちゃんとろ過が機能してる水槽、だと思うんですよ。そのろ過とは何ぞやっていう話で、まあ、皆さんね、まあ、知ってると思うんだけど、まあ、物流ろ過と生物ろ過ってあるでしょ、まあ、バクテリアとね、実際のその後は、こう、水回してろ剤等っていうのをね、ろ過っていうか、その2種類だと思うんですよ、単純にね。はい。で、一応まあ、うちのね、ろ過槽なんですけど、まあ、ウールだけです。あとはね、カセタン。はい。それをやっぱね、敷き詰めてるだけなんですよね、現状。でもね、やっぱ、換水頻度は一応現状、まあ、週1。で、全然こんな感じっすわ、状態。はい。まあ、お材ね、まあ、いろいろあると思うんですよ、現状ね。いろんな種類のろ材、まあ、リングろ材ですとかね、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、ぶっちゃけまあどれもそんな効能は変わらない気しますね。はい、やっぱりまあ結局のところちゃんとこう水をちゃんとこせて、まあ、ろ過機能としてしっかりね作用できればいいわけで、そういうの、はい、なのでまあとりあえずちゃんと水こせればいいかなっていう感じですわ。一応そのリングロ材と使わない理由としてはね、地味にやっぱ値が張るから、はい、結構高いんですよね。はい、まあ、っていうのは冗談で、まあ、別にその必要性は俺は感じませんね、リングロ材とかは。全然今現状ウールだけでもこの感じだし、前の水槽もそうなんですよ。ウールだけでね、ろ過装置として、まあ、使ってたんですけども、それでも全然ね水質的に問題なく、やってますわ。だ一応だからそのね、まあ、バクテリアがね、まあ、繁殖云々になると思うんですけど、逆にまあうちの水槽の場合はね、まあ、換水頻度低いのもいいかなと思ってるんですよね。結局のところまあ繰りかすとかがまあ1週間に1回しか私交換してないんですよ。結構糞とかもねそのままにしてるんですけど、バクテリアの餌ってそういうもんですから、糞とかを分解するわけで、逆に言ったら外がしっかりないと水槽内に繁殖しないわけで、だから過剰にねやっぱりねこう綺麗にしようって思うことが逆効果なのかなって思いますよね。まあ水変えればまあ水質はまあいいでしょ、そりゃ。でも換水頻度を上げれば、まあ、水質安定するかというと、まあ、俺は個人的にはまあ微妙かなと思っちゃいますね。バクテリアは量が減るわけでしょ。ちゃんとその繁殖する水槽になってなかったら、まあ、絶対白い濁りとかするわけで、はい、
やっぱちゃんとこうバッテリーが根付く水槽っていうのをね、しっかりやっぱ、うん、考えてやっていくのがいいのかなって俺は思ってますね。で、一応そのね、俺金さ引いてじゃないですか、金さ、はい。だからまあこういったね、あの底砂ですね、まあ、低床にも俺はまあバクテリアいると思ってるんで、はい、住み着いて、だから少しでもまあバクテリアがね、まあ水槽内に繁殖しやすい環境をまあ自分なり考えてはやってあげるつもりですね。はい、うん、まあ裏物なんで基本的にそんなね底砂いらないと思うんですけど、現状それでまあうまくうちは管理できてます。はい。あとね、まあ一個これ言いたいのが、なんか最近あの大窓界隈でなんかその一個の流れとして、なんかその添加剤を入れて水を切らすみたいな、ちょっと前からまああるし、まあ俺も動画でまあ一応言ったんですけど、その件について、はい、うん、まあ個人的には俺はノーですね。添加剤入れて水をきれいさせるっていうのはノーです。はい、まあ俺この趣味始めるにあたってね、あのいろんなサイト見て勉強したんですよ、ある程度まあ個人的にね、うん、水槽の管理とか、まあそういうのはどうしたらいいとか、こうしたらいいとか、でどこにも書いてないからね、その添加剤ありきの管理方法なんていうのは、はい、なんかどこ添加剤入れて、まあ、水槽を管理しましょうみたいな話はね聞かないんですよ、うん、やっぱどれもね、やっぱりその初めのこう立ち上げの時にまあ使う程度で、そういうのは、うん、その後なんか問題があったらまあ使うっていうか、添加剤は、ええ、そのぐらいですよっていうのがまあ普通のまあアクアリストの今一般的な見解だと思うんですよね。でも結構ねこの界隈いろんなあのショップさんとかも今出してますけど、添加剤、うん、なんかそれを入れてまあ水を切らすみたいな風潮ありますけど、まあ、個人的にはねそれは俺はあんましたくないですね、うん、なぜか、はい、やっぱそれに依存した、まあ、環境になるっていうかね、水槽が、これまあ俺いろんな人に話聞くと、やっぱベテランの人はやっぱそう言ってます、私揃えて、はい、っていう添加剤ありきだと、あのもうそれがなきゃもう管理できない水槽になっちゃうから、一旦に入れない方がいいよと、はい、言われて、まあ、俺もそういう時に正直ね、あのあなるほどなと思いました。まあ別にね入れる人いると思うんですけど、なんかどっちがちゃんと筋が通ってるっていうか、まあ、理にかなってるとかって言われたら、俺はやっぱり、うん、ちゃんとバクテリアが根付く環境を作って目指してあげるのが一番かなと思いますね。はい、うん、だからなんかその例えばそのね、まあいろいろ理由あると思うんですよ。なんか例えば水が全然切れないとかね、はい、ちょっと濁っちゃうんですよ、うちの水槽で、なんかこの添加剤いいよなんつって、まあね、使う人いると思うんですけど、俺からするとそれってなんかがんの治療になんかあのモルヒネだけ打ってるような感じ、一時的にこうがんの痛みは消えるけど、根本的な問題はそれ解決しないよねっていうのが俺の正直感想ですね。はい、うん、だからねやっぱその根本的な問題は何かってちゃんとこう突き詰めて解決しないと、俺はまあいつまたっても濁ったままだと思うんですよ、水槽なんてのは。でそれでね、まあ毎回毎回添加剤入れてそれでよしっていう人もいると思うんですけど、うん、別に俺はその必要性は感じないですね、正直言って、はい、現に俺は一切使わずにこの状態をキープしてるんで、ずっと、はい、うん、まあいろんな考えみんなあると思うんですけど、まあ、俺は基本的にそういう考え方ですわ。だからやっぱね、その必ず理由があるから、うん、その水が消えないっていう理由は絶対あると思うんで、そこ何かっていうのをちゃんとね客観的に、うん、やっぱ根本的にやっぱ解決していく方が俺はやっぱこう健全だし、まあ、自分のその飼育スキルが上がると思ってる、はい、まあとはね、今回はちょっとね、真面目な話してみましたけど、はい、まあ、少しでもね参考になれば幸いです。ね、まあ、いろんな、まあ、考え方あると思うんですけどね、まあ、一番はやっぱりね基本に忠実に買う、うん、まあ何でもそうだと思うんですよ、うん、なんか基本ができないやつに限ってこう応用したがるんですよね、基本的な管理してればね水は切れるから全然、うん、俺の投稿のように
がましいわ。はい、まあ少しでもね、あの話聞いても参考になれば幸いです。まあね、コメントとかでね、質問とかね、ご意見とあればバンバンしてもらえば私にも足し対応しますんで、どしどしコメントお待ちします。まあ、こんな感じでね、あの今後もいろんな動画投稿していこうと思うんでね、よかったら登録と高評価よろしくお願いします。はい、ではね、またね、撮影のところでお会いしましょう。じゃあねー。